うわ、こんな画面いっぱいに俺が出たことないからあれかもしんないけど。はい、どうも皆様こんばんは。セゴリータ算数でございます。さて、いや、今回がですね、長かったアップルの福袋特集の最終回ですよ。今回ご紹介するのはこちら。というわけで、今回ご紹介するのはこちら、iPod Touch でございます。私はですね、いわゆる普通の当たり、まあ大当たりとかね、中当たりとかではなく、普通の当たりを引いたので、iPod Touch です。iPod Touch っていうのは正直、いらない。全然いらないんですよ。なんでかっていうと、やっぱりね、iPhone を持ってるわけです。なので、別にそんなに必要じゃないんですけど、まあせっかくね、買いましたから、開けて、見ていきたいと思います。はい、というわけでこれがですね、 iPod Touch になりますね。まあ、こんな感じになってるか。ちょっと開けてみようか。どうやって開けるのこれ。あ、どうやって開けるのよこれ。わかったわかった、ここ剥がすんだ。この矢印に沿って開けるみたいだね。開けてよ、オープン、いよいと。おお、あ、ちっちゃ、めっちゃちっちゃいねこれ。こんなちっちゃいんだ。え、どうして取り出すんだろうこれ。怖いな、なんか取り出すのが。大丈夫かな、なんかブワッとならないかな。怖いぞ。あー、外れた外れた、びっくりした。よっ、これもう剥がれるんだ。あー、こういう風になる。これが本体だわ。綺麗。ほいと、あ、なんか入ってる。なんだこのマークは。なんかよくわかんないけど、エイズ対策支援の世界基金に寄付されるそうです。いいです、使ってください。説明書が入ってた。あとステッカーがまた入ってました。どんどん増えていく。やった、1個増えましたね。ライトニングケーブル、アップル純正イヤホンだね。いや、俺 iPhone 持ってるけど今こんなに薄いの？めっちゃ薄いね。ここ出っ張ってるね、カメラがね。ちょっと電源入れてみようか。さあ、命の灯火を今、オン！おぉ、アップル先生のマークが入っております。アップル先生。なかなか起動しねえな。おぉ、来た来た来た。ハローって挨拶されました。こんにちは、どうも。ストライドして。言語を設定しているってなってて、日本語。よし、来ました。さあ、始めよう。ポチッとな。さあ、俺を始めてくれ。おぉ、始めたよ。始めてくれたね。あ、iPhone と変わんないね。サクサク動くわ。ちょっと気になる、サファリ。いや、iPhone5 より全然早いね。Apple Store 見てみる。サクサクだよ、サクサク。もうクッキー食ってるみたい。YouTube で検索しても。ほら、出てきた、出てきた。びっくりするぐらいサクサク動くな。軽いし、いいわ。一番気になってたカメラの機能もちょっと確認してみようか。ちょっと手ぶれがするかもしんないけど、今 iPod Touch で撮影していますよ。どうですか？これがね、普段撮ってる家だけど、普通にちゃんと撮れてるのかな。すごいね。今ね、インカメラの映像にもしてますけど、どうですか？皆さん、日曜日いかがお過ごしですか？バレンタインデーもらいましたか？もらった人許しません。どうかな？うらぁ。うわっ。こんな画面いっぱいに俺が出たことないからあれかもしんないけど、カメラはすごい綺麗になってるね。レティナディスプレイだから見てる人わかんないかもしんないけど、すっげー綺麗に、ものすっごい綺麗に映ってるわ。ここはね、 iPhone にはないんだけど、ストラップを入れるところらしいんですよ。どうやってストラップ入れるって言っても、出す方法がちょっとよくわかんないんだけど、押すのかこれ。ん、お、出てきた。ここになんかね、こうストラップは、これ頭いいわ。周りがこういう風に赤いボディになっていて、ここがね、スピーカーになっているのと、コードを入れるところで、イヤホンジャック。で、ここが電源ボタンになっていて、ここでボリュームコントロールボタン。これ、ね、僕の持ってるね、iPhone5 と比べると当たり前だけど、すごく画面が綺麗で、まあ動きはそんなに大きな変わりはないんだけど、こっちはちょっと重たいなっていうのがある。こっちの方がちょっと薄いよね、やっぱりね。全く使ってないけど、株価とか見てみようか。俺株とか全然わかんないけど。まあでもなんかよくわかんないけど、上がってるから調子いいのかな。いいところまとめていくと、軽いですよね。めちゃくちゃ軽くって、画面もすごく綺麗ですし、ここにね、ストラップが付けられるようになったらすごくいいと思います。こんなに進化してるとは僕個人的には思いませんでした。電話の機能が付いてないだけの、要は iPhone と一緒なわけですよ。だから、お子さんに持たせたりとか、っていう時にもね、僕はこれで十分なんじゃないかって思うぐらいっていうか、これめちゃくちゃすごいと思うんだけど、僕の知り合いの YouTuber とかはね、これだけでね、YouTube に動画投稿してる人もいるぐらいですよ。お子さんがね、iPhone を持たすのは怖いけど、iPod 立ちだったらいいよっていうのが、僕個人的にはあるかな。見せたくない
チャンネルは見せたくないんだとか、そういうのも多分設定できると思うんで、そういうのできればね、僕安全に使えるんじゃないかなと思って、これは結構プレゼントとかにもいいんじゃないですか。ホームページで買うとここにね、なんか文字を入れることもできるみたいなので、それはまあ前からやってるサービスですけど、それもいいですよね。実はストラップが付いてなかったのは残念なんだけど、個人的には満足してます。すごくカメラの性能もいいですしね。はい、というわけで今回のアップルの福袋特集は以上でございます。長かったですね。1月の2日に買ってもう2月の半ばになっちゃいましたよ。皆さん最後までお付き合いありがとうございました。僕の家は段ボールだらけで、まだ出してない商品もいっぱいあるので、そちらもですね、ゆっくり開けていきたいと思います。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。すごいと算数でした。また皆様お会いしましょう。チャオー。今回は iPod Touch を紹介したセゴリダ3世は各種ソーシャルネットワークもやってますよ。パソコンをお持ちの方は右のアイコンをクリック。スマートフォン各種タブレットをお持ちの方は下の動画説明欄をご覧ください。チャンネル登録を皆さんお持ちしてますので、ぜひぜひよろしくお願いします。